熊本で最新トレンドを追いかけていくタイムラインの最上部から始まるラジオ番組です。今回のパーソナリティはバンドじゃないもんマックス仲良しのミュチこと望月美優です。最近の私たちバンドじゃないもんマックス仲良しなんですが、ベストアルバムのリリースが5月19日に控えてるということで、それに入る新曲をねライブで初お披露目したりなどしております。今回の新曲は今までの万門とはまたちょっと違ったこう一面が見れるような曲になっているのでね、ぜひみんなにも聴いていただけたらなと思ってます。なんと来週のトレンドトラックでオンエアしようと思っているので、よかったら楽しみに待っていてください。では15分間よろしくお願いします。それではここで1曲お送りします。バンドじゃないもんマックス仲良しでレジェンド I love you。 トレトラ、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 キリタク。番組が気になったキーワードをキュリアスハッシュタグ、略してキュリタグとしてパーソナリティがタグ付けしていきます。今回のキュリタグは駅ビルです。4月23日に JR 熊本駅ビルにアミュプラザ熊本がグランドオープンしましたということでね、飲食店やファッション、映画館、結婚式場など全186店舗が出店していますっていうことなんですけど、あれだよね、アミュプラザって博多があるよね。私そこはよく利用していたんですけれども、そうだな、どういう時に利用するかって言われるとやっぱなんだろう、新幹線が通ってるじゃんね。新幹線までの空き時間とか、あとは出張、まあみんなだったら出張、私たちだったら遠征、地方に遠征しに行った時ってやっぱアクセスがいいとこに泊まったりするから、ある程度駅近くで泊まった時にその近くにいっぱいお店が詰まってる建物があったらそこに行けば全部解決するみたいなのもあるよね。私が熊本にいた頃の熊本駅周辺のイメージ、なんもないたいね。なんもなかねと思っとったよ。だけみんなね、あの市電に乗って、あのアーケードまで行くじゃんね。だからもう本当に大きい移動をするとき以外熊本駅の近くに行くことはあんまなかったかもしれん。だからさ、こんな急に私がおらんくなってから栄えてさ、何が入ってんのかなっていうのをね、ちょっとこう、チェックしてみたんですが、まず、ワンピースの公式グッズショップ、公式グッズショップ、ワンピース麦わらストアが出店します。そうなんですよ。熊本県民の方は結構知ってる人多いんですけれども、作者の小田さんはね、熊本の方なんですよね。で、なんかここだけの限定グッズとかもあるらしいんですけど、なんかさ、ああいうさ、ちゃんとした公式ショップとかってさ、等身大のなんかがあったりとかするじゃんね。たまに。だからそういうの見るとワクワクするから行ってみたいです、私も。もういいですね。ファンは聖地巡礼とか行って来てくれるといいですよね。そして、メタロ書店熊本本店がオープン。ということでね、まあ本屋さんということなんですけど、 CD、DVD の取り扱いもあるそうなのでね、もしイベントスペースがあればさ、行きたいよね。なんかあんまりやっぱ熊本でそういう、なんだろう、リリースイベントとかインストアイベントみたいなのできてないから、あのそういうとこがあったらぜひちょっと行かせていただきたいなーなんてねー。行きたいなーねー、みんなも行きたいよねー。ほんで、あと熊本駅新幹線口からすぐフラットお酒とお食事を楽しめる駅から108歩横丁、人の心身を迷わす煩悩の数を表していると言われる108、熊本駅の新幹線口から約108メートルという立地、そして縁起のいい横丁になってほしいと願いを込めた末広がりの8を含む数字ということで、駅から108歩横丁と名付けられたそうです。うん、なんかあの大人が一生懸命いろいろ会議をした感じのあの雰囲気を感じますね。いっぱいこう理由をこう出していっていいじゃないですか。108歩横丁で決まりですっていうこうちょっとこう背景も見えつつ。博多だったらもつ鍋のお店が結構あったりとかするし、熊本もね何があるんでしょうか。焼き鳥、焼肉、海鮮、おでん、串揚げ、寿司、天ぷらなど
おお、お酒も絶対出るでしょ。で、熊本の地酒が飲めるよってなるんでしょ。いいじゃん。焼き鳥は天草だよとかさ、あるかな。なんかそういうのが楽しいですよね。海鮮もきっと美味しいですから。で、馬肉とかもあったりするのかな。喜ばれそうですね。もうここの近くに泊まってれば全部解決するじゃん。うん、そうですね。煩悩にまみれてますね。それはそう。でもいいな、私も行きたいな。なんか店回りたい。全部の店でご飯食べて、全部の店でお酒を飲みたい。他にも魅力的な店舗があるみたいなので、熊本の陸の玄関口として訪れる人はぜひ利用してみてください。新幹線が通ったことによってやっぱね、利用する人は増えたと思うんですよね。まあ、例えば万門のライブに来たよとかいう時とか、まあ、お仕事で行ったよとかいう時に、もっともっとこう熊本のことを知れる、熊本に触れる機会が与えられた増えたんじゃないかなと思うので、ぜひね、近くに行った際には足運んでもらえたら楽しんでもらえるかなと思います。熊本をもっともっと。はい、ということで、それでは最後にね、これはキュリタグというコーナーでしたね。忘れていました、今。駅ビルをタグ付けしなきゃいけない。いいやん、ハッシュタグ駅ビルで。ね、わかりました。ハッシュタグ、ウェルカム熊本。キュリタグ。もうありそうなハッシュタグもう、不服そうな感じやめてもらっていいですか、佐野さん。以上、キュリタグのコーナーでした。トレンドトラック、さよならなんて言わないで、ベイベー、どんな好きなのに。エンディングのお時間です。ラジオの感想はハッシュタグトレトラをつけて SNS に投稿してください。熊本のタイムラインをアップデート。今回の放送はラジコというアプリで1週間聞き直すことができます。もう10回20回聞いてください。でね、今回お話しした駅ビル、アミュプラザ熊本、もしね、行ったよっていう方いましたら、それもハッシュタグトレトラとかで感想を教えてくれたら、私もね、すごく気になってるので、いろんな感想と、こんな店があったよとかさ、教えてくれたら嬉しいです。あとオープニングでもお話ししたように、万門のベストアルバムが5月19日に発売になるのと、来週の放送で新曲を流しちゃうよということですね。ぜひ楽しみに待っていてください。来週も私がパーソナリティを担当します。今週はここまで。以上、みゆちこと望月美恵でした。ならねー。この番組は熊本で最新トレンドを追いかけていく、タイムラインの最上部から始まるラジオ番組です。今回のパーソナリティはバンドじゃないもマックス仲良しのみゆちこと望月美優です。今日はですね、普通オーターが届いておりますので紹介させてください。トレトラネーム、シカオ。みゆちこんばんは。はい、こんばんは。最近呪術廻戦、ゆっくり言ってもダメだったのおかげで、好きなおにぎりの具の話をすることがちょくちょくあるんですが、みゆちの好きなおにぎりの具ナンバーワンって何ですか？ちなみに僕はツナマヨと明太子が同率で1位です。これ突然質問者が1個じゃなくていいよっていうのを提示してきたんですけど、この呪術廻戦言えないんだけどの影響でなぜ好きなおにぎりの具の話になるかというと、そういうキャラクターがいるんですよ。
おにぎりの具の名前しか喋らないキャラクターがいるんです。なのでね、そういう話になることもあるのかなと思いますけど、私はですね、今さっきね、たまたまおにぎりを買ったんだけど、クーポン持っとったけんさ、でね、新発売のやつなんやけどね、黒毛和牛と卵黄ってやつ、バカじゃない、これおにぎりにしたの絶対美味しいじゃんね。それしたくて肉食べるみたいなとこあるじゃんね。番外編で言うと、いなり寿司がおにぎりのふりして売ってあるじゃん、あれも結構買いますね。私は、皆さんは何の具が好きなんでしょうか。よかったらハッシュタグトレトラで教えてください。では今日も15分間よろしくお願いします。それではここで1曲お送りします。バンドじゃないもんマックス仲良しで、気持ちだけ参加します。編集長望月、トレンドの塊である女性ファッション誌を見習って、編集長望月のもと架空の雑誌もちもちの特集記事をリスナーのあなたと作っていきます。今回もリスナーアンケートから特集記事を作っていきます。さて今回の特集する内容はこちら、母の日だもんマックス感謝。明日5月9日は母の日なの。みんなお母さんに感謝の気持ち伝えてる？今回もリスナーのみんなにアンケートを答えてもらってるから、結果をチェックして特集ページ作っていくわよ。大丈夫ですか？大丈夫かな。じゃあ早速だけど、みんなが答えてくれたのでね、ありがとうね。本当にみんなに結果をお伝えしていこうと思います。では一つ目の質問、そもそもお母さんに連絡しとるかという話なんですよ。3位、月に1回、まあ、12% くらいの方がそうだったそうです。第2位、週に1回、 15% くらい。そして第1位、一緒に住んでる、 46%。 一番いいですよ、そんなもん。そらそうよ。ちなみに私は毎日連絡取ってます。そういう人もまあいなかったわけじゃないそうなので、まあいいですよね。まあ私はこう、仕事がこう、忙しかったりとかすると、朝起こしてもらったりとか。やっぱ一番多いのは帰り道、歩くのが怖くて、電話するとかは結構ありますね。うんうん。そういうのでこう、頻繁に連絡取ってるっていうところはあるかもしれないです。二つ目の質問。みんな母の日はどうすんの？みんなの回答は。3位、メールや LINE、12%。いつもありがとうねっていう連絡を文字で送るっていうことなのかな。うんうんうん。第2位、食事をご馳走、または手作り、20% くらいの方が。まあ、でも、多い気はするよね、なんか。たまには一緒にご飯食べ行こっか、みたいな。そういう差し飲みって言おうとしちゃった。差しでご飯もいいですよね。で、第1位、プレゼントを渡す、 50%、 半分くらいの方がプレゼントを渡すということなんですけれども、ご飯も作るし家事全般やりますみたいな人もいたらしいです。すごいね、もう至れり尽くせりやったろっていうことだよね。なんかこれはあれだね、今日くらいはゆっくりしててよっていう、お休みの日を作ってあげるっていう。ふん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 。なんか私はね、ご飯を作るなら一緒に作りたいって言われた。やっぱこう、思い出が一個残るじゃない。大人になっていくとそういうのも減ってくるし、まあこれが自分もうちょっとこう若かったとしても、こういうことできるようになったんだなっていう、なんかこう、エモみはあるよね、ちょっと。不器用だったとしても、一緒にそのキッチンに立つっていうのが、今までこう、育ててきたっていう、こう、感覚が、蘇りそう。だなと思いますね。そして最後の質問です。過去にプレゼントして喜ばれたもの、過去お母さんならもらったら嬉しいもの。第3位、家電、 12%。 家電、バルミューダ買ってもらおうみたいなことかな。まあでもさ、それでさ、日々がさ楽になると思うとさ、いいよね。最近私は電気圧力鍋みたいな、ほったらかしにできて調理できるやつみたいなのを実家に提供をしました。貯めたポイントで。
第2位スイーツ 15%。 甘いもの食べようよとかね、ケーキ買ってきたよとか、そういうことかな。いいですよね、甘いもの。普段自分のために買わないかもしれないから、お母さん。そして第1位はお花。カーネーションとかはね、母の日といえばカーネーションみたいなありますけど、花言葉があるんだろうね、きっと。 23% の方がお花ということでした。なんかこれは男の人でもこう、何あげればいいか分かんない、困ったなっていう時にこう不器用ながらお花買ってきてくれるみたいなのとか、やっぱお母さん的には嬉しいのかなと思います。お花もらう機会もそんなないですからね、普通は。他にはね、旅行とか趣味にまつわるグッズ、ギフトカード、ビデオメッセージなど。ビデオメッセージすごい、コレクションしたいね、毎年欲しい。ちなみに私はね、なんだっけ、あの熊本がね、地震があったのが4月で、なんかこう気持ちが参っちゃってる時に、帰れないからさ、私も顔が見せれないっていうところで、兄と一緒に元気にしてるよってとこを見せたくて、だからね、一緒に兄と出かけて、そこで兄とのツーショットを撮って、手書きのメッセージを書き込んで画像を送った気がする、母の日に。まあ今のご時世ちょっとさ、実際に会いに行くっていうのが難しい時もあるじゃない、みんなお仕事してたりとか、まあ実家に行かないようにしてるっていう人も多いと思うから、直接会うことが一緒に住んでない限りは難しかったりするかもしれないんだけど、あの伝え方はいっぱい今いろいろありますからね、普段のあの感謝の気持ちを伝えれたらいいなと思います。本当にでも気持ちだから何でも嬉しいと思いますよ。でもなんかプレゼントとか何しようかなって考えてる人はぜひ参考にしてみてください。で、今週は、ちょっとあのモード切り替えないと今回の特集ページもなんとかなりそうね。しっかりと時期的なものを特集できたんじゃないかしら。さて、次号の特集テーマは、梅雨、いやいや、ハッピーおうちライフということで、まあ5月の下旬にもなってくると梅雨入りとかね、し始めますので、もう嫌だなーってなってくると思うんですけど、みんなどうやってこうハッピーに乗り切るのかっていうのをね、特集していけたらなと思ってます。この後番組の SNS からアンケートを発信するので、速やかに回答するように。リスナーの諸君よろしくね。二重人格なのかな大丈夫かな、急に違う人出てくるよね。ではでは、ここでね、一曲お送りいたします。バンドじゃないもん、マックス仲良しで、おう。トレンドトラック、さよならなんて言わないで、ベイベー、こんな好きなのに。エンディングのお時間です。ラジオの感想はハッシュタグトレトラをつけて SNS に投稿してください。熊本のタイムラインをアップデート。今回の放送はラジコというアプリで1週間聞き直すことができます。途中からしか聞けんかったっていう人もね、こうやってラジコをインストールして、ぜひ最初から聞いてみてください。ですね、今日はね、特集を組んでまたみんなにアンケート答えてもらったんですけど、やっぱこうね、みんなの声が届くと一層私もテンション上がりますので、今回もアンケートありますから、ぜひぜひチェックしてみてください。トレンドトラックの SNS から出るのかな、はい、ぜひフォローとかもしていただけると嬉しいです。メッセージなどもお待ちしております。万能のお知らせとしましては、5月19日にいよいよベストアルバムが発売になりますので、こちらもよかったら手に取っていただけると嬉しいです。来週は天心くんがパーソナリティを担当します。今週はここまで。以上、みゆちこと望月みゆでした。ならねー。